さんこんにちは、アンキロン TV でーす。こちらです。ツイッターではツイートしたんですけどね、山の幸ですね、前回も山の幸で、結構山の幸、続いてます。ちょっとね、正直悩みに悩んで、どうしようかどうしようかという、悩んでたんですけども、もう悩んでてもしょうがないなということで、こちらですね。はい、はい、ね、これ、わかりますね。はい、こちらがですね、前にもねちょっと幼虫を里子してもらった時に、動画でお知らせしたと思うんですけどね、まあ、結構、ドルクス国王さんからのですね、国王様からの、補強はですね結構古くから、やってるんですよね。これがまあ 83.8 っていうのが、まあ、2015年の K5M06 ですね。でこれがまあ、ドルクス国王さんの、まあ、久留米でですね初めて88を超えた、個体が、この 2013MK1 の M07 ですかね、はい、M07 じゃなくて2013MK1 っていうラインですかね。はい、でこれが88アップの同幅の 86.6 からの、直視がこちらの、83.8 ですね。こちらが一番初めに、国王様から発表させていただいた個体ですね。まあ、それと、これがまた別なんですけども、こちら K15 の K13 ですね。マツノインセクトさん13-1と、国王様の 13MK2 の、W02 からの子ということで 81.6 と 52.7 を予想していただく。これは2010年だから、そうですね、16年に使ったことありますかね。16年、17年と使ってますね。これがこっちが2016年の 83.7 と、こちらもメスですね。まあこんな感じで、割とですね、補強させていただいて、全部で11とか12とぐらい高校さんから、ね、補強させてもらってるんですけども、まあヘッポコブリーダーなんで、最高で 84.7 だか 84.6 だか 84.7 までしか、ね、高校さんから。まあ、久留米自体がねそこまでしか出したことがないっていうのがね、KLB の方にもね、最大個体いくつか書いてあるところにも、まあ、同じように書いてあるんですけどね、はい、まあこんな感じで、まあ久留米の、まあ、原点っつったらあれなんですけど、まあ私の中では、まあ、久留米はね、国王様とか、大久保牧さんとかね、そういった方からのが何ですかね、補強させていただいているのが結構古いんで、まあ、私的には久留米っていうとなんか、国王さんとか岡牧さんをイメージしてしまうのかなという、ね、いう感じはします。まあこんなところですね。はい、国王さんの、久留米、これ 84.5mm の、ね、今回はねオスです。いつもメスばっかり補強してるんですけども、今回オス補強させていただきました。親虫がねすごくて 88.1、2017年、MI の K2、ご存知の方たくさんいると思います。ここのね親虫からかなりでかいのが連発してるというですね、超優秀なオス親虫ですね。でメスの親虫は 54mm で、2018年、MI K1 90mm 同幅の、直視だったかな、この直視と、直視のメスとこの 88.1 かな、をかけた個体がこの、個体
ます。で、もうペアでちょっと購入させていただいたんで、オスのメスのが52ミリですね。2020年 MIK59MW01、 ちょっとなんか間違ってたかな、まあ、詳しくはちょっとテロップの方にですね、あ、ここにあるね、はい、こんな感じ。これがメスで、K14 の 87.9 がオスですね。メスのこれ親虫なんですよね、はい、でメスが、2019年の MIK25 早期ですね、 51.0 からの、メスということになりますね。はい、先ほどね、取りに行ってきました。で今日はようやくですね、ワクチン接種、ね、1回目、打たせていただきまして、まあ、帰りに、大和さんによって、ね、取りに来たということですね。こちらです。はーい、個体の方ですね、確認していきたいと思います。オスメスですね、はい、まず、メスの方からですね、よいしょ、はい、メスの方がこちらで、52.5 ですね、よいしょ、もう努力す国王さんはいつもクール便で来るんで、直後はですね、越冬中みたいな感じなんですが、まあ、今室温で1時間半ぐらい、置いてから、ね、開封してます、ね、もうバッチリ、起き上がってる感じですね、うん、はい、まあ、こんな感じの長い、どうも長い、メスですね。やっぱりクルメはね、ここの等幅が結構あるんで、ね、はい、これはメスですね、はい、はい、続きまして、じゃあオスですね、一旦ケースの中に、ね、こちらがオスですね、84.5 ですね。ね、こんな感じです。超高い。立派な個体ですね。もうちょっとね、本当に前回も YouTube の方でもお話したんですけど、もうそろそろですね、久留米でも、ね、実績を残していかないとってねちょっと思ってるんですけど、なかなかねうまく、ね、ブリードも、ね、1年通していくとやっぱり、ね、何あり、ね、山あり谷ありっていうね状況がね続いていくのかなという感じですね。はい、まあ、こちらが、84.5 のオスですね、はい、どうでしょうか、はい、立派ですね、はい、ここからね88を超える個体がね出てるのをちょっとね、期待してね、来年のブリードちょっと頑張っていきたいなというふうに思っておりますね。まあ、以上アンキロン TV でした。ではさようなら。